マスオゲームズです。はい。ということでね、今日はね、新マスオのマインクラフト1をね、やっていきたいと思います。はい。ということで、ね、前回はね、家建築してたんですけど、じゃーん。ちょっとまた家、少し変えました。これだ。じゃあ、まず、ここの土台を少し、こういう風に綺麗に変えたのと、ほら、皆さんからのね、コメントいただいたように、じゃーん、ここ、柵にしました。そうするとやっぱりなんかちょっと五重の塔っぽく、ちょっと雰囲気よく確かになりました。でね、地面というか床も本当は変えなきゃいけないんですけど、まあ、いいか。床変えるのと、ほら、2階はね、まだね、何ですか？この窓をこう開けただけなんですけど、はい、という感じです。で、屋根の一番端に丸石でね、こういう風に、ここまあちゃんとなってないけど、こういう風に屋根を今ね、取り付け最中でございます。で、全部つけたら多分ね、確かに五重の塔っぽく、確かに塔っぽくなると思うんですよ。はい。ということでやっていきたいと思いますね。皆さんからね、コメントを Twitter とかで結構いただいたんですけど、実際にね、僕も五重の塔を作ってみましたよっていうね、ほら、こういうの多分写真今ピロって出てるかな？出してると思うんですけど、そういうのね結構いただいて、それね本当に参考にさせていただいてます。本当ありがとうございます。で、今回なんですけど、ちょっとね掘っていこうかと思ってます。僕ねあんまりすごい詳しいわけじゃないんですけど、ブランチマイニングっていうんですか、ブランチマイニングでいいんですよね。ブランチマイニングっていうのをねしたい。11？ この右の座標の11までこう掘って、11まで掘って、そこから広げていくっていう。なんか、ブランチマイニングっていうのがいまいちこう、本当にそれがブランチマイニングなのかわかんないんですけど、ブランチマイニングと言われるようなものをちょっとやってみたいと思ってます。まあ、とりあえず下まで掘って、で、今、はしごいっぱい作ったんで、で、はい、よし。邪魔だこれ。はしごいっぱい作ったんで、そのはしごとかで、こう、上から下まで行けるようにちょっとしたいなと思って。で、早くね、小麦とか作んないとちょっと何もできないんですよね。はい。で、コメント本当助かっておりまして、皆さんのコメントね、すごい参考にさせていただいてます。で、他の人のね、動画とかも見て、あれしたいですね。魔術。魔術って言ったら多分、マインクラフト詳しい人だったら、あの人の動画っぽくすんのかな、みたいな、ちょっとイメージあるかもしれないですけど、まあ、これを見ていただけたらなんとなくわかると思うんですけど、なんとなく、そういう風に、ちょっとね、していきたいなーと思ってます。ちゃんと2階とかにこう、ね、タンスボックスみたいなやつ、タンスっていうかチェストか、チェストボックスみたいに作りたいですね。で、ラダーをいっぱい。あれ ?13 個しかなかったっけ？あれ？地震だ。今ね、地震来ました。関係ないって。まあいいや。とりあえず掘ってきまーす。で、飯食って。いや、今揺れたな。いや、今揺れましたよ。ちょっとドキッとしちゃった。ねえ、地震ダメ。怖い。地震怖いっすよね、普通に。これと、まあ、とりあえずこれだけあれば大丈夫かな。で、松明もあるし。で、今、夕方なんで、ちょっと朝になったら、ね、作っていきたいと思います。で、ここをね、結構整地したんですよ。ここもざーっと。でね、どういうね、風な街にしていくかっていうのが悩みで、あそこら辺にこう洞窟みたいなの作りましょうか。そうしよう。ということで寝ましょう。おやすみなさい。ね、前ポケモンっぽい街を作りたいって言ってたんですけど、ね、そういう風にするには、あとここも階段にしなきゃな、なんかいろいろやんなきゃいけないことありますけど、魔術もやりたいしね、もう、やりたいこと盛りだくさんです。じゃあちょっとここに、こういう感じでいいかな。ちょっと木で作るのもったいないかもしれないですけど、で、これで階段でやれば、ちょっと、狭いけどね。ちょっと狭すぎるかな。ちょっと狭すぎる気がする。ちょっと変えよう。いやー、マインクラフト本当ね、楽しいです。基本的には僕、人の動画見て、それをね、真似するような形とか、それで学習してやっていってるんですけど、ね、受給者さんの名前って言えないじゃないですか。あんまり失礼に当たっちゃったら良くないんで。でもね、ある人の動画がすごく面白くてね、それやってみたいと思っちゃうようなね、のが結構ありました。まあ、誰かとは言えないんですけど、言いたーい言いたーい。多分皆さん知ってる人だと思うんですけどね。あ、でも、超有名実況者さんのやつはね、実はね、僕見てないんですよ。見たらなんかパクリって言われたら嫌だなと思って。だからほんと見てないですね。はい、見てないです。見た方がいいのかもしれないですけど。よし。ここに掘っていこう。こっからどんどん下に。なんか本当は直掘りはトニーに絶対ダメって言われてるんですけど、ちょっと直掘りでいこう。トニーごめんはい、下に掘っていきまーす。マグマとかあったら死ぬ。やっぱ良くないかな。これ、あー、ストーンがありました。あ、鉄だ。こういうのは取っていきましょう。これなんだこれサーテンスコーツ。まあ、鉄じゃなきゃ取れないらしいんで、ちょっとやめときましょう、今。やったー、鉄ゲットー！鉄ゲットしたら色々ね、バケツとかもゲットできるし、色々できる。わー、ここで出ました。ピッケルが、ハーベストレベル、レッドストーンじゃなきゃダメっていうね、チャイナなんとかってやつ。で、ちょっと、ここで鉄がどうしても必要になってきてるんで、鉄のピッケルを作るに一回戻りますね。めんどくせえ。いや、いい感じだね。いい感じのこう、掘るところが家の近くにできました。なんか家の遠くに作りすぎちゃうとちょっと行くのもめんどくさくなるかなと思って、こう、結構家の近めに作りました、今回は。よーし、やるぞ！で、鉄をまず、焼くと。今回は、フォークで焼こう。今何しようと思ったんだっけ？あ、そうだ。屋根だ。屋根を取り付けようと思ったんですよ。屋根は、こっちか。こっちの屋根ですね。屋根。いい家にしたーい。あとコメントでどういうのがすごく面白かったかな。なんかいろんなコメントいただいたんですけど、コメントいただいて見てたんですけど、あ、っていうか、これ毎日出そうと思ってたんですよね。このマスオのマインクラフト。ゆるーくなんで、もう毎日でも出してやろうと思ってたんですけど、なんかなかなかね、別に僕そんな忙しぶるつもりはないんですけど、ちょっとバタバタしちゃって、なんか姉の結婚式今週末あるんですよ。多分動画でこう、結婚式行ってまーすっていうのね、マスオ TV でやるかもしれないんですけど、そういうのとかのせいでっていう言い方は良くないんですけど、そういうので、なんか姉のね、動画作りとかしてたら、すげえ、こう、時間ね、意外と過ぎちゃって、あららららららら、意外とこうね、ああ、意外とできなかったんですよ。そう、毎日出したいんですけど。っていうか、どんどんね、家の周りを改良したいんですよね、早く。で、あと魔術っていうのを使いたい。で、鉄のピッケルをとりあえず作ります。イエーイ、鉄のピッケルゲットで、いらない道具は預けると。僕のマインクラフトが重たい気がする。気のせいか。あ、そうで、結婚式のやつもうね、動画作り、いつものねマスオ TV と比じゃないぐらいにね、正直頑張りました。やっぱりこうね、要求してくるんですよね。要求してくるっていうか、こういう風にしてほしいっていうのがすごくちゃんとあって、で、僕、プロじゃないんで、なんかこう、毎日動画出してますけど、結局本当、素人じゃないですか。それなんでね、こう、その要求に応えるぐらいのレベルの動画作るのって結構難しいんですよね。よし。ということで、ポン。よーし、明るくなった。あ、一応これで見えるね。で、武器は1のところにしよう。武器。あ、武器持ってくるの忘れちゃった。あ、武器。鉄の、あ、石の吊り橋で今回行きましょう。よし。ということで、さらに下まで掘ってきまーす。あ、でもここだ。もう一つ上。ここですね。ここで、ちょっとブランチマイニングっていうんですかね。その言葉がいまいちわかんないんですけど。これで埋めます。上まであるかな、木。やったー！ということで、これで一番下までの道のりは一応できたと。結構時間かかるな、一番下まで行くの。すげえ。で、ここのレベルっていうか高さで、ちょっといろいろ掘っていきたいと思います。で、マグマの音が聞こえるから、ちょっと怖い。おー。怖えー。いかないっすね。ここ12か。ここ次の、この高さだ。この高さでちょっと掘っていけば、多分ダイヤモンドとかがありやすいらしいんですよね。これ、右見てもらうと11って書いてありますけど。よし。この高さです。マグマだーって流れてきたらすぐ逃げないと。からこれで掘ってきゃいいんだよね。そうだよね。おお、マグマの音が聞こえる。なるべく下から掘ってこう。意外とこう物がないね。多分本当のそのブランチマイニングっていうやり方は分かんないですけど、なんか本当はこうどんどん掘っていくんですよね。まず掘ってからこうやるみたいな、なのかな。まあここにちょっと部屋を作るみたいな気分で僕ちょっとやっていきたいと思いますね。で、マスオの部屋、地下室もこれでできますね。しょ。で、いろんな鉱石集めて、おお！すげえすげえ、本当にダイヤモンドあった。やばい。あ、やべえ。え？ほんとあるんだ。すごくね？こんな簡単にダイヤって見つかるの？すげえ。まあ、ちょっとまず周りを掘ってから、掘っても大丈夫なのか確認して、大丈夫そうですね。では行きまーす。イエーイ！ダイヤモンドゲット！あ、シリコンだ。やったぜー！すげえ、サクッと手に入れちゃったよ。ダイヤ。あ、真っ暗になっちゃった。いやー、もう手に入れた。意外すぎる展開だね、これね。魔術やるためになんか必要なんですよね。その人の動画見てこう学んだんですけど。で、魔術結構覚えてくればなんか便利そうだったんで。あと機械もね、トニーとまだ多分これアップはしてないんですけど、いろいろあるんですよ、実は。しゃじゃあ一回家に戻ります。家に戻るまで長いんだなあ。れ夜だ、やべえ。うわ、やっちまった。俺今武器持ってないんだよ武器持ってくるの忘れた。はい、危ない。皆さんいらっしゃってるようでね、本当に明かりをつけときましょうか。ポンよっしゃ。これで多少家っぽくはなってきてるんではないでしょうか。いや結構いい感じだね。じゃあおやすみなさい。今度から2階にしよう。よっしゃー、寝れた。よし次で次ねやっていきまーす。あれ何やろうと思ったんだっけ。そう最後、じゃあ魔術を、こう、開眼したい。魔術っていうのを開眼したいから、